松山市の午後島で、今朝、遊漁船が小波ブロックに乗り上げ座礁しました。この事故で、船に乗っていた男性一人が搬送先の病院で死亡が確認されました。松山海上保安部は、業務上過失往来危険の疑いで捜査しています。松山海上保安部によりますと、今朝5時30分ごろ、釣りをするため午後島の泊まり港を出港した堺丸2は、 10分後、つむり先灯台の南西およそ2.7キロの場所にある消波ブロックに乗り上げ、座礁しました。この事故で、船長の松田茂樹さんが腹部を強く打ち、松山市内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。油の流出や同乗者にけがはなく、事故発生当時、気象も良好だったということです。